どうも高井です。戦後教育が不幸を生み出す、どのように不幸が生み出されるかっていうシステム、人を洗脳するシステムについてはこちらの方に動画のリンクを置いておくので、後から出てくるものなのでそちらを後でクリックしてください。上司が部下を支配するプログラム、新人教育のプログラムですけど、作業を上司が教えてくれた場合、この作業を今言った1回で覚えろ、覚えきれなかったら家で暗唱できるぐらいまでやっておけみたいなことを言われる。これは昔のテレビ番組の1時間の枠の中で何回も繰り返しと、番組が10分おきにやってくるような2分3分のテレビ CM を何回も見続けろみたいな、今で言うと YouTube のスキップできるような広告をスキップせずに何回も何回も見返して頭の中に記憶を刻み込めみたいな、そういうストレスあふれることを、プライベートの時間を削ってまでやらなきゃいけないっていう教育をされるわけです。そうやって上司はあなたを使って自尊心を満たしていっている。過去に上司もそうやって自尊心を傷つけられていったわけだからね。そして満たされきれなくなった労働者の自尊心は今度は家庭や社会と向かいます。自尊心を満たしたいという欲求のままに傷ついた労働者が家族を作り子供を作ると、今度はその子供に虐待として現れる。当然その新人の時に受けた教育によって子供を育って、お前こんなこともできねえのかとか、まあ、そういうネガティブな言葉がバン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 ぶつけて子供を傷つけていく。将来的にその子供も社会に対してストレスをぶつけまくる。これがクレームの始まりでもありっていうか、社会の不幸の始まりでもあるわけですけど、社会ぶつけとなったらお店だよね。サービスに対して理不尽なクレームをつける、これも急増してるものだし、虐待も急増してるものだよね。急増している虐待やクレーム、これらの原因は戦後教育にあるとこの本を読んで確信できたので、皆さんもね、そうならないようにこういう本とかを読んで考えて実践する、それだけでもかなりのワクチン効果があると私は考えています。なのでこの2つをセットで読みましょうね。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。